皆さんこんにちはまどかです今日は悲しみが喜びに変わった話をいたします今から10年以上前のことです私たちの教会では冬の白馬キャンプが始まって1,2年経った頃のお話です私は当時経済的に厳しくて白馬で行われる冬のキャンプには行く費用がありませんでしたところが前日お金が与えられて 急遽行くことができたのですそして素晴らしい祝福をたくさん受けました帰りはバスが高円寺にある教会の前で止まりますそこで荷物も人もみんな降りるのです私は埼玉に住んでいてバスも埼玉の会社なので途中までバスに乗せてもらって帰ることになっていました そのため一度降りて荷物を持って再びバスに乗ることになるのです。そのためバスから降りようとした時、階段の一番上から滑って空地をポーンと飛び上がったのです。嘘と思った瞬間、コンクリートの地面に叩きつけられました。しかも何十人も教会の人がいる前で、恥ずかしいのですぐに起き上がりたかったのですが、 唇と左側に激痛が走りましたもしかしたら歯が折れていたのではないかと思いましたが歯は大丈夫でしたしかし唇を切っていたので血が出ているのは分かりましたああ楽しかったキャンプがこんなみっともない形で終わるなんてと思うと悲しくなりましたなかなか私が起きないのである方が左手を持って起こそうとされたのですが あまりの激痛にやめてと叫んでしまいましたやっと起き上がると唇は腫れて血が出ているし左手の甲も真っ黒に腫れ上がっていたのですあまりの痛さにもしかしたら骨折と思いましたそこに元骨切骨院の院長だった方がいらしたので見てもらいましたその方は心の中で折れていると思ったけれど 私が驚くといけないので、それは言わないで、家に帰ったらすぐに病院に行くようにと言われたのです。再び私はバスに乗りました。聖書には、悪いことも含めてすべてのことについて感謝しなさいとあります。感謝していくとき、その宇宙にある素晴らしい神様のご計画が開かれると書いてあるのです。私は怪我が許されたことを感謝しました。 それとともに骨折ではありませんように痛みがひどくならないようにと何度も何度も祈りました同情していた他の牧師の方にも骨折ではないように痛みがひどくならないようにすぐに癒されるようにと祈ってもらいましたその日は土曜日でした家の近くの夜間に対応している大きな病院に行くと専門の先生が当直でした これはひどいと言ってすぐにレントゲンを撮ってくださいました。真っ黒に腫れ上がった左手の甲のところに、白い線が横に入っているのがはっきりと映っていました。先生は甲のところが骨折しているので、ギブスをしますと言われました。しかし私は翌日の日曜日に教会のインターネットテレビの司会があるため、ギブスは月曜日の午前中にしてくださいとお願いしたのです。 そしししててて痛痛み止めをもらって帰りままたた激痛は続いていました日曜日に教会に行くといろんな方が痛みがなくなるように骨折が癒されるようにと祈ってくださいましたそして月曜日の朝病院に行くと別の専門の先生がレントゲンを見て折れているのでギブスをしますと言われたのです。グローブのように黒く腫れ上がった 押ししなななががら痛痛いいでですすかかと聞かれましたた全く痛みがなくみなっていたのです「そこは痛くありません」「手首が痛いです」と言うと「手首は捻挫しているから痛いのです」「甲のところは痛くないですか?」と聞かれたので「全く痛くありません」と言うと首をかしげながら「痛くないなら骨折ではないです」と言われたのです。 私は甲のところに横にくっきりと映っている白い線が入ったレントゲンを指さしてレントゲンでは骨折してるんですよねと聞きました。するとそうですねと首をかしげておられたのです。そこですかさずレントゲンでは骨折しているのに痛くないというのは奇跡ですかと聞きました。すると先生が奇跡ですねとこう言われたのです。 手首の捻挫のためには一言も祈っていませんでした。そのため、その日の午後に接骨院に行きました。すると二人の先生が、本当に折れていないんですかこれは骨折の腫れですよと言ってびっくりされていました。黒く腫れ上がった骨折のためには、一生懸命祈っていたので痛みもなくなり癒されていましたが、手首の捻挫のことは一言も祈っていなかったので、 しばらく接骨院に通いました。その間に先生に神様のお話を何度かする機会が与えられ、仲良くなりました。大けがをして悲しい思いをしましたが、癒しを体験して喜びに変わったのです。今日は悲しみが喜びに変わったお話を聞いてくださりありがとうございました。まどかでした。